服欲しいなぁ。いや、服マジで、やばい。もう、借金してまで買った方がいいレベルだと思うレベルじゃない、うん、ガチで。ちょっと動画もはずいもん。断捨離じゃねえけど、全部、売れるもん。俺もう視聴者さんにほぼもらった服でやってる。そうなんやな。何給料入ったばっかだけどね。いや、まぁ、今回ないよな、だからなぁ。え、どっから行かね近々。これ、まあ、全然買いたい。結構、グリズナーレベルでは。フルフルギア。だから、今月もやってきますか。どう生きていくかシリーズ。俺らの幸せのね。え、今月の俺は業務用スーパーにみんなで行きたいって言ってるやん。うん。ああ、もう最近食料ねえな。そうだ、食料もないやん。で、なんやかんやん。そう、コンビニだけを、あの、崖もさ、なんかペヤング買ったりしてさ、うん、死ぬから。それ生活してると。いや、なんか最近ここ先にちょっとまずいんじゃねえかなと思ってそのだ企画でそういうの食う分やっぱりそれじゃない時はそうなんよね。なるべくね。今何時ですか？7時半。7時半か。越谷のところは俺好きじゃないんで、うん、草加の方まで行きたいですね。なるほど。あ、北村が好きな草加ね。俺そうだっけ。君も結構好きでしょ。草加健康センターとか。あ、そうです。創建、サップ、流星、まあ、ね、あ、そうか。むしゃぶり尽くすかのように、俺はもう今、あの、友達の結婚式やるやん。日本語、むしゃぶり尽くすかのように結婚式やるの。むしゃぶり尽くすかのように、あの。じゃあ行くか。あれ、うん、五郎は。あれ、五郎丸は。ちょっと電話してみろ。なんか、そのくだり多い気がする。いや、ほんとに。電話で呼ぶっていう。じゃあ、ほんとだから、いないんよ。ね。マジいないんよ。いるときはいるんだけどね。うん、全然入れますか。お疲れ様です。ありがとう。何してんの？何してんの？あ、ちょっとゲームしました。ゲーム、カチカチ落としますよ、ね。なんだっけ、パチンコ行くんだっけ？今日パチンコ。いいパチンコっすね。まあハイエナの時間帯っすね。そうっすね。結構見定めされてた。俺がミスった。俺がミスった。どうしようかな。言う人ミスった。俺が。いやね、やっぱ言うちょっと金借りていい？俺がミスったよ。行かないよっていう街だった。え、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 行かないの？あ、またまたかよ。あんまりしゃけんなよ。多いって、そのなんか。ボケで行ったつもりだったのに、言う人見せたなよ。業務スーパー行こうぜ。ちょっと。あ、いいね。日用品買い。ちょっと米欲しいんすよね。お前、最近梨水片手にあんのうざいんだけど。なんか、これ。マジで。だってカートン買いしたいって言ったもんね。ガチでカートン買いしたい、これ。よかったじゃん。一個夢できたよ。うん。絶対、絶対叶えようぜ、それ。マジで叶えた。マジでやろ。これカートン買いしたら俺もマジで人生覚えていく。言うたからな。ちょっと岩に提案なんだけどさ、あ、ロト6って毎週、各週で販売してんだけど。いや、俺もやりたい、それ。あれ、200円なんよ、一口。だから、100円ずつとか、もしくは、もう4人で50円ずつ出して、奥当てたらもうそのまま分配できるよ。しょぼいな、50円。まあ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 。でも当たるんよ。当たった人がいないと、こう、上乗せされていくの。誰か絶対当たるってわけじゃないんで、番号を的中させなきゃいけないんで、キャリーオーバー中で、ミニロトラック、怖いよ、顔とかあるんで、ミニロトラック、怖い。何ぼなんですか？はい。何ぼっていうか、何桁？ごめん。ん？ごめん。なんで？え、だから謝る。いやいやいや、謝るだったら、口づけが必要じゃん。おい、パチンコ右打つすんなよ、お前。右打つすんなよ。あいつら置いとくぞ、せいから。うん。決めてない、あいつら遅くて、全部人生。人生は置いてかれんで、人生。何買おっかな。俺も見てから決めよっかなって、買い目ってね。競馬みたい、競馬みたいじゃん。あ、青だ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。一気に。おもろいわ。ふざけ倒したら早く。怒られてやるの。まあ俺は結構、ダイエット目に行きたいかなとは。まあ、静香ちゃんもそうです。誰だよ。静香ちゃんかよ。すごい。俺です。ここ初めて草加店。え、初めてでしょ君も。え、わっちも初めてです。俺も初めて。あ、でも初めまして。めっちゃでかい感じじゃないのかな。まあ、こじんまりはしてるかな。うん、ありがとう、北村ちゃん。俺つましといて。あ、待ってるわ。一人で待てる。うん、了解。大丈夫、麻雀してるわ。うん、絶対来い、お前は。日焼けになるの？日焼け
じゃあ25円ってこと？25円でも。ってことは75円ですか？75円で、スーパーだと88円。焼きそば始めようかな。めっちゃうどん買ってるやつ以来コスパなんで。これが一番コスパいい、ね、ちょっと値段上がったね。もう俺19円の時代。いや、そうそう、19円の時代だった。まあ一旦2週間分かな。うわ、めっちゃ欲しいこれ。うわ、焼きそば、もう一回で食い切っちゃうよ。ポテトサラダ、いや、いいよ。うわ、俺晩酌用に買おうか。あ、ポテトサラダいいな。これ俺キムチ界でナンバーワン、この容量。あ、言ってたよね、うん、キムチだらねえと思いながら聞いてたもん。最低だ、絶対銀座と買うな。あ、俺マカロニしよう。え、真似すんなよ。じゃあ俺が先だろ。ね、やめない、その先とか先じゃない。やめない、まず真面目とか言ってやめない、真面目なんだ。おいおい、なんで俺向きになってるんだよ。いい年だ。楽しいな、業務スーパー。え、北村売ってるし。北村こんぐらいだぜ。マジマジマジ、笑ってるけどマジ。マジか。ロールキャベツ。うわ、いいなぁ。冷凍に。いいなぁ。ここなんかすごくない？冷凍。こんななかったよね。本当だね。シーフードミックスにカニカマ。なんか怖いんだよな、これ。失敗するといっぱい余るんだよな。胸肉。うわ、うわ。990円。安っ。税込み1060円。2キロ。2キロ、しかも。はい、いや。これ買いです。調理しないといけない。あ、一回冷凍しないのか、こいつは。多分。しかも賞味期限だし。消費じゃない。熱い。ブツブツ喋りやがって。すすんやん。俺のさ、カートの中身がさ、業務用スーパーとかじゃないんだけど。え、あれ酒飲もうとしてるやん。なんか気づいたら酒飲もうとしてる。酒飲もうとしてる。これ以外酒やん。炭酸水、酒飲みしか買わねえから。は？ひどくない？結構敵に回したいよ、炭酸水ユーザーを。マジでそんな顔したら無理だ、ジジイだもん顔。北村納豆とうどんから一切動いてないけど、ちょっとなー、むずいんだよな。見て、ガジローのほらトマトジュースと本気だわ。本気っすね。ダイエットの、ダイエッターってこと。ダイエッターです。あー、チーズもいいな、普通に。別にハイボールがどうとかではないんだけど、まあいいか。やっぱそうだ。いや、俺買ってるもん、えぐ。希少もん買いすぎたな。特別業務スーパー関係ないの買いすぎたわ。俺氷買ってる、珍しい。そうっすね、飲み物めっちゃあるんだ今。それ冷やして飲もうかな。いや、最高だよ。でも結構パンパンだよ今。冷蔵庫？呼ぶ？あ、待った、これあるかも。小銭ある。500円。おごってもらって、ごめんね。おごってもらっちゃって。いや、2500円貸しただけです。現金持ってない。え、現金持ってない、あなたに。あ、マジか。うん、それそうでしょ。あ、えぇ、ー、うん、それ申し訳ない。あ、いやー、疲れた。結構みんな買ったんじゃーんね。最近で一番でかい買い物だね。すごいいいかよ。それでかい買い物だって。こう、俺米とか買うと緊張したもんな、ちょっと高かったから。確かに、ね、まあ、でも結果的に安くなってるんで、それそうなんだよ。そう、え、これ幸せなんだが、俺今日シルバニアだね。え、でもこれって普通にお前がいるからだと思う。うわ、言われてんぞ、つよし。お前だよ。今日もお疲れ様です。はい、よし、よしょー、ローウィーズリー。マジ忘れてた。うん、あー、コーラうめえ。コーラうめえ。うん、うまっ。白いやつマジ業務スーパーなめちゃいかん。ペンに対してホルモンの量らしいよ。ホルモンや、ほぼホルモンや。そうなんや。それもう明日用に撮っとけば。それだけラップしてまたうどんだけやって。マジですか。ホルモン。だけど氷最高。うん、この季節は氷だよ。大事ですね。去年でも1年氷なしで過ごしたよね。うん、だから部屋が入れるとそんなに暑くなかったんですよね。
家いなかったしな、去年夏休みあんまり。確かに。確かに。丸ごとじゃなかった。腹いっぱい。いいね。50円で腹いっぱいいいね。マジで羨ましい。50円だもんな。あ、でも2玉振ったか。はい、2玉です。50円だ。うわ、これでいいな、もう夜飯。お父さんとか意外とそんなんじゃなかった。うん。マジ、もうこれだけ食ってれば今よりかは痩せそう。まあ、確かに。晩酌だけみたいな。お前飲み方と顔よ。これほんと好きよね。細いね。しかもどっちかでいいやん。これ、ユアの友達もらったコーラっしょ。あ、そう。うまかったって伝えといてや。うん。マジだろ。コーラ買わんねや。業務スーパーいいね。うん。給料日後に毎回行こうぞ。そうだね、一旦ね。一旦食物。そうだね。思ったら。バキュンカス、せーの、コムドットでーす。何それ。え、うん、こんな感じじゃなかったっけ。混ざっちゃってんだ。すごいね。カズの。違う違う。コムドットのやつだね、しかも。カズ単体のやつです。うん。途中で切った方がいいな。ただ、バキュンカズ。いや、そんな言わなくてよくない、なんか。そんな言ってるの。言ってる言ってる。マジで言わって、結構。そんな言ってるの。なんか。聞く人が聞いたらいじめてるみたいになっちゃうから、うん、トゲがすごい、うん、でも一生突っ込まねえわでもさ、女にわーやばこいつそんなこと言っておきながらねえ口だけなんですか突っ込まないお前さそんなこと言ってるじゃんベロベロじゃんけお前コーラ好きすぎるほぼほぼそんなよく飲めるよね腹いっぱいとか言ってこれ考えた人天才ですそりゃそうそりゃそうなんよせーのごちそうさまでしたんこ文化センター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 いや新しいのできてる